はい、今回は今日の、焼き鳥ですね。いつもの焼き鳥で。このようなね、感じになっていただきます。まあ先ほどのね、ものとはまたちょっと別バージョンになります。でこちらに、ピーマンのあれに、この唐揚げに、なかなかの味で、こう。結構これもまたあれだね、つくねとか焼き鳥をそのままご飯にしてる感じで、面白いですね。でこう、たくあんと、まあこれは桜のやつと同じで、大根のね、上品な味とか、これ焼き鳥バージョンも美味しいですね。それぞれの味が出てるし、結構な量が美味しいね。なかなかの味わいでね。でこう、なかなかの味わいね。唐揚げも柔らかくて。